ットペスでデモンが扱っていきますのはポケモン世界大会が中止になった件についてということでですね、ポケモンというのは、ね、世界大会が毎年ね、アメリカで、ゲーム部門、カード部門、ポケモン部門の3つが同じ会場でね、同じ日に、まあ、開催されるというね、歴史が、まあ、今まで繰り返されてきたわけなんですけれども、今年はね、初めてアメリカじゃなくてロンドンで、開催予定だったんですけれども、まあなんとね、中止になったということでね、まあ、半年後のやつが中止になった上に前年度のね世界大会もあのウイルスのせいで、まあ、中止になっているということでね、なんと2年連続で世界大会が行われていないというマジでヤバいことが起こっているわけなんです。ポケモンのね世界大会ゲームはねシングルバトルじゃなくてダブルバトルが公式ルールで採用されてきておりますので、このね僕はダブルバトルを割とねメインに活動している実況者なので、マジでねガチでヤバいことになっているんです。まあとはいえね、まあ救いといたしましてね、もうこの剣立ての1年ちょいの期間でね、僕のチャンネル登録者数が 1.9 万人から 7.6 万人まで成長してね、皆様に愛していただけているというところがね、かなり本当にね、かなりもう神ですよね。世界大会なくてもギリギリ舞えてるというところは本当に涙が出るほど嬉しいことです。ありがとうございます。ポケモンのね世界大会ってもうガチで面白いんですよね。まず、まあ、メインのね対戦の大会のところで言うと、もうありえないほどの緊張感ですよね。もう普段とはもう全く違う、なんだろう、独特なあのもう癖になる緊張感ですよね。もう勝つか負けるかもうガチで死ぬほどドキドキしてるみたいな、ところでね、もうあれが癖になっちまってるんで、もう2年ねあれができないっていうのが本当に地獄すぎてやばいです。あとは世界大会の決勝ですね。もうこれね、会場の一体感というか熱量というか、もう世界大会優勝のね、瞬間に立ち会うということのね、激アツさ、マジで、やばすぎるものがありますね。毎年ね、まあ観戦だけで、行くっていう人もね、めっちゃ今まで見てきましたし、まあその人らもね、めっちゃ楽しいみたいな、感じの感想をね、もう受けているので、世界大会ね、興味ある人は本当ぜひ行ってみてほしいですね。あとはもう個人的にはですね、まあ、世界大会も結構長年僕参加してきているっていうのもありますから、もう友人みたいなね、まあ、プレイヤーもめっちゃ多くなってきておりますから、まあ、ドイツ勢のねマーカスとかビラとかアメリカのねアーロンとか超絶なマブダチに加えてですね、やっぱ世界大会優勝者ね、まあ、ウォルフ、まあ、セジュン、そしてアラシュとか、まあ、彼らねめちゃくちゃ子さんで僕がね会った回数もめちゃくちゃ多いっていうのもありますけどね、なんか特別仲いいというか、まあ、なんか世界大会優勝者同士の、まあ、なんかね友情みたいなのもありますので、なんか会えないっていうのはね結構寂しいというか、まあ、1年に1回会うものだよねみたいな、まあ、日常がね、まあ、崩れ去って、しまっているというところが本当に辛いっていう感じですね。世界大会ってね、なんか最終日予備日みたいなのがあってね、もうみんなで、まあ、なんかディズニー行ったりした時もありますし、まあ、結構ね、パーティーとかね、まあ、ご飯とか、まあ、行ったりしてますね。誰かの部屋に集まってパーティーとか、なんか会場のね、まあ、ホテルのロビーに集まってパーティーとか、まあ、そういうね、交流文化、もうめちゃくちゃ楽しくてね、本当に毎年毎年がかけがえのない思い出としてね、まあ、刻まれていて、本当に僕の人生のね、宝ぐらい、相当な宝ぐらいの、まあ、ポジションに、まあ、なっているぐらい重要な、まあ、イベントなので、本当にね、もう本当に本当に辛いですね。まあ、このね、期間に、最近はね、2月から新しくね、編集者の方と協力してね、打ち合わせとかも、まあ、がっつりしてね、テロップとか、図解とかね、まあ、美しいレイアウト、もう神のね、編集もめちゃくちゃ好評いただいておりますけれども、まあ、初心者のね、方でも楽しんでいただけるような、編集でね、新しくやらせていただいておりますので、まあ、このね、世界大会次に、行われるまでに、まあ、ダブルバトルの、ね、人口僕のチャンネルでもね少しでも増やすことに貢献していきつつ盛り上げてねいきたいというふうに思ってるわけです。まあこれからもね僕はダブルバトルの対戦とかをね普通に軸にしながらがっつり活動していきますので、まあ今後ともね、ビエラとダブルバトルと、そしてシングルバトルアモンガス、ポケモンスナップ、ポケモンユナイト、よろしくお願いいたします。それではね、また次の、更新でお会いいたしましょう。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。